こんにちは、インフォクリエイターです。今日はシートを非表示にする方法についてお伝えします。シートを非表示にする方法、今表示されている Excel はシートが 1,2,3,4,5 5つシートが存在します。このうちシートを非表示にする方法、シートを非表示にしたい場合、まずこのシートを選択して、で右クリック出てきたショートカットメニューの下から3番目非表示をクリックします。そうするとシートが非表示になります。でまたコントロールキーボタンを押しながら非表示にしたいシートを複数選択して、で右クリックを押すとまたショートカットメニューが出ますので、非表示ボタンをクリックします。そうすると、今選択した3つのシートが非表示になります。非表示にしているシートを再表示したい場合は、シートを右クリックして、シート上で右クリックして、再表示をクリックします。そうすると、このように再表示ダイアログボックスが出ますので、再表示したいシートをクリックして OK を押すと、非表示にしていたシートが再表示されます。